皆さんこんにちは。アタックセールスアソシエイツの横山です。余財管理大学へようこそ。本日のテーマは緊急事態宣言発令、今更聞けないテレワークの基本です。再び緊急事態宣言が発令される見込みとなりました。この動画をね、すでに見ている人はもうその発令された後なのかもしれません。で、まあこのね、緊急事態宣言が発令されようがどうであろうが、やっぱりもう今の時代、在宅勤務、テレワークやるっていうのはオフィスワーカーにとってはもう必須なんじゃないかなというふうに思うんですね。ですので、もう今この機会でテレワークあんまりやってない人、もしくはやってるんだけどちょっとね、生産性が上がらないとか、なんかね、在宅だと仕事の効率が悪いんですっていう方、もう一度基本というものをね、学び直したらいかがなのかなというふうに思います。今回はですね、2020年かなり初期に出たこの書籍、これからのテレワーク、新しい常識、この書籍からいくつか私がですねピックアップしてお話をしていきたいと思うんですね。これからテレワークもう一回見直したい、これから初めてテレワークやるっていう方、ぜひこの動画最後までお付き合いください。それでは行きましょう。再び緊急事態宣言発令、今更聞けないテレワークの基本です。この動画どういう構成になっているかというと4つあります。まず1つはですね、テレワークで評価されるための2つのマインドセット、ね、2つのマインドセット、どういうふうに評価されるのか、ね、これを押さえておかないといけませんよということですね。2つマインドセットの仕方をお伝えします。で、その2つ目ですね、2つ目はセルフマネジメント力を高める2つのポイントです。セルフマネジメント、やはり自己管理っていうのは非常に重要になってきますので、その2つのポイントっていうのをお話をしていきたいと思います。そして3つ目はですね、マルチコミュニケーション力を高める2つのポイントということで、もう電話とかメールとか、そして、オンラインの会議ツールとかあるじゃないですか。あとチャットとかね、いろんなそのコミュニケーションツール、コミュニケーション媒体を使ってでコミュニケーションするっていうことが今ね、時代の流れになってます。ですからマルチコミュニケーションスキルっていうのは非常に重要になってきてるわけですね。それを高めるための2つのポイントをご紹介していきたいと思います。そして最後4つ目は、成果を上げるビジネスコミュニケーションスキル、これを高める2つのポイントをご紹介していきたいと思います。ここまで来るとかなりね、応用のテクニックになっています。でね、実はそれぞれはこの書籍かなり書いてあるんですよ。先ほど言ったテレワークで評価されるためのマインドセットっていうのは5つ書かれてあるんですね、この中に。ですからその中で私は2つピックアップするということです。で、セルフマネジメント力を高めるポイントは8つも書かれてあるんですよ。8つも書かれてある、ここの中には。で、もしね、それを確認したいっていう方はこの書籍をご確認いただきたいと思います。その中で私2つだけピックアップします。マルチコミュニケーション力を高めるためのポイントは6個書かれています。その中で私は2つですね。そして成果を上げるビジネスコミュニケーションスキルを高めるヒントっていうのは7つ書かれてあるんですけど、その中で2つ私がピックアップしてご紹介するということです。それでは早速いきましょう。最初のですね、マインドセットのところなんですけど、ちょっと読んでみますね。サボっているかもと思われている前提で仕事をしようということですね。これね、まあ、私社長なんで分かるんですけど、もちろんね、そういうつもりはないんですけど、ちゃんと仕事をしてるんだろうかってね、思っちゃうんですよ。いろんな社長とかいろんなマネージャーの方とお話をさせていただくんですけど、みんなそう思ってます。ですからこれを見てる方、マネージャーの方も経営者の方もいれば、いや、担当者ですっていう方もいらっしゃると思うんですよ。でそういう方はね、サボってるかもしれないって上司がね思ってるつもりで仕事をしてほしいということですね。ですから離れた相手にも働いてますよというアピールをしておくっていうことがとても重要だというふうに書かれています。ここね、すごく重要なところなので、ぜひ押さえていただきたいんですね。信頼と信用という話が出てます。信頼と信用の話は最後の方にも出ていきますので、ぜひ押さえておいてくださいね。信頼されるためにはまずは信用されることと書いてあります。信頼と信用の違いは、信用には担保される何かを相手に渡すということです。
それが仕事の成果ですということですね。ですから成果を上げて信用ですね、信用を渡すということが重要だと。信用を積み重ねた上でなければ全幅の信頼は得られないのです。私は企業の現場に入って目標を絶対達成させるコンサルタントです。その目標を絶対達成させるために余罪管理っていうね、そういうテクニックをご紹介していて、この YouTube チャンネルは余罪管理大学ということです。ですから絶対達成させる、もうこれが成果ですから、これがちゃんと出来上がっていくと信用になるわけですね。この信用が重なっていて信頼されていくということです。ですからサボってるかもしれないなというふうに思われるってことは信頼されていないということですね。仕事の成果を積み重ねて信用され、信用を積み重ねて初めて信頼を得られます。相手にサボっていると思わせないような仕事の結果を見せましょうと最初に書かれてるわけですね。ですからサボってませんよってね、皆さん言いたいかもしれないんだけど、だったら結果出せということなんですよね。続いてここがものすごく大事、もうね、ここをね、見たらもうあとはいいっていうぐらい、もうここだけは絶対押さえておいてほしいということをですね、ぜひ、今からねお話をしたいので、ぜひ、ここは付き合っていただきたいと思います。ノンテレワーカーには最大の配慮をしようと書かれてるんですね。これはそうだなって私は思ったんですよ。ちょっと読んでみますね。あなたが今日からテレワークをしようと思った時に、あなたの仕事を支えてくれる仲間は誰でしょうか。上司、同僚、後輩、部下、他部署、顧客、協力会社の皆さん、さまざまなステークホルダー、利害関係者と仕事は成り立っています。そのすべての人が在宅で働いているのかも分かりませんし、ご自身のコンディションがベストではないかもしれません。また家族の事情を抱えているかもしれません。つまり人はそれぞれの状況を抱えながら仕事をしているわけです。仕事はその人の一部であって、その人自身のすべてではありませんということですね。ノンテレワーカーはテレワーカーの駒使いではありませんよっていうことですね。ですから自分はテレワークですと、でノンテレワーカーの方はオフィスにいるわけですよ。ですからオフィスに何かね、小包が届きました、何かね郵便物が届きました、あ、だったら私のロッカーに入れておいてくださいね、よろしくお願いしますって言うと、オフィス勤務の方は、ああ分かりました、じゃあやっておきますとかね、なんか電話ありました、あ、電話私に回してくれません、私テレワーカーなんでってやっちゃうと、だんだん関係が悪くなってきますよね。みんなそれぞれにいろんなものを抱えながら仕事してるんですよということですね。あなたが今日からテレワークを始めるっていうことは、まあ、それはいいんだけど、でもノンテレワーカーの方、つまりオフィスに出ている方、工場に出勤している方、いろんな方がいらっしゃる、その方々の配慮はちゃんとやってくださいねと書かれてるんですよ。その通りだと思うわけですよね。私も在宅のことよくあるんですよ。今はねオフィスに来てるわけなんですけど、でも在宅をねしてる時にオフィスに来てる方にねついつい行っちゃうわけですよね。まあ私の場合は社長なんで、まあどういうケースであったとしても、あ、分かりましたってね言ってくださるんですけど、これはねやっぱりねちゃんと配慮しないといけないなっていうふうに思いますよね。とにかく自分のことは自分でできる環境を自分で作れる人でなければテレワーカーになる資格はありませんよって書いてあります。きついですね。でもそうかもしれないです。テレワーカーは恵まれてるんですよね。ですから恵まれた環境でお仕事をさせていただいているということですね。そのためにしっかり結果を出せと、そしてしっかりノンテレワーカーの方に配慮しなさいよということです。テレワーカーはノンテレワーカーへの配慮が必要です。自分のことは自分でできなければテレワークをする資格はありません。見えない相手への配慮は言葉にしましょうということで、ありがとねとか、もう本当に悪い、相手がいいよいいよそんなんって言ったとしても、ちゃんとありがとうの一言をね言うってことはとても重要だと思います。私もねちゃんとやっていかなくちゃいけないなというふうに思います。で続いてですね、セルフマネジメントを高める2つのポイントというところに行きましょう。まず1つ目、私が抑えてほしいと思った1つ目はこれです。自分の状態管理を行う。これがね大事なんだ。
私もね、半年以上在宅とかね、ちょこちょこやってきました。昨年の春ぐらいから。これね、本当にわかる。自分の状態管理とは、体と心と頭の状態を把握することですということですね。もう一回言います。3つありましたね。体と心と頭の状態を把握するということですね。テレワークを実施する頻度にもよりますが、今まで毎日行っていた会社に移動しない、今まで多くの人とリアルに接してきたのに、電話やメールやチャットなどでしかやり取りしなくなった、パソコンに向き合う時間が増えた、仕事場が自宅であれば家の中しか移動しなくなった、一日中座りっぱなし、人から見られてないと着替えもせずに起きたらすぐに仕事に入る、ありがちですね。時間や曜日の感覚がなくなる、刺激が少ないなどの変化が起きますと。特に心とかそういったもの、知らず知らずのうちにこう、ね、状態が、ね、悪くなるってことがあるわけですね。メンタルコントロールね、うまくできない人ってね、実はね、増えてるんですよ。ですから自分自身の状態管理をちゃんとやりましょうねということですね。もう一回言います。体の状態はどうか、心の状態はどうか、頭の状態はどうか、それをですね、少なくとも1時間に1回は今の状態、今の自分の状態はどうなっているのか振り返りましょう。セルフモニタリングは大切なことですと書いてあります。テレワーク中は自分の状態管理を自分でするしかありません。体と心と頭のバランスが崩れているところを見つけてリセットする時間を持ちましょうということですね。これね、結構慣れるのに時間がかかります。私ね、だいぶ慣れてきましたよ慣れてきたんですけど、半年ぐらいかかりましたね。これね、やんなきゃいけないから、みんなね、もうちょっとね、しょうがないから、やっぱりオフィスにするっていうね、そういうわけにはいかないんで、そこはね、みんなね、自分自身で状態管理をするっていうことをね、心がけていきましょうと。2つ目ね、セルフマネジメントを高める2つ目のポイントは何かというと、仕事のチェックポイントを設けると。これね、大事なんだな。テレワークで起きがちなのは、仕事に没頭しすぎて組織の方向性とずれたり、独りよがりのアウトプットになってしまうことですということで、これね、あるんですよ。だからたまに連絡するでしょ、何やってんのって私も聞きたくなるんですよ。そしたら、いや、こういうことやって、こういうことやって、こういうことやって、こういうこともやってるんですよと。お客様とこういうことも打ち合わせてして、で、いろんな部署のこういった方ともこういうことやってるんですっていうふうに言われると、なんで教えてくれないんだって言いたくなんですよ。なん、いや、わかるよ、あなたがすごくね、うん、やってくれてるのは、まあ、今報告受けたからわかるけど、途中で教えてくれよってことなんですよ。それなんで随分経ってから教えてくれんのと。それってまず組織の中でいろんな調整があるんじゃんって言うと、おお、確かにそうですねと。だからね、没頭しちゃう人っているんですよ。だから悪いことじゃないんだけど、ね、知らず知らずのうちにガーって暴走しちゃう時があるんで。なので、おすすめしたいのは、さまざまな仕事に自分なりのチェックポイントを設けるということですね。例えば文書を提出するのであれば、例えばね、こういった企画書出してくれって言われたら、あ、分かりましたって言ってできてから出すんじゃなくって、3割程度仕上げたところで一旦第三者にも確認しましょうということですから、もうある程度のところまで行って報告しようかなではなくって、もうこれ癖づけですよ。いや、ちょっとね、この状態で一度横山さん見てもらってもいいですか。見るよ、それ重要だよっていうことですね。私自身もね、こういうことをね、心がけていかなくちゃいけないなというふうに思います。横山さん、そこまでやってからだったらなかなかダメ出しできないじゃないですかって言われちゃいますもんね。続いてはですね、マルチコミュニケーション力、これを高める2つのポイント。これね、めちゃくちゃ大事、特にオンライン会議ツールですよね。で、ここで出てきました信用と信頼、ぜひ聞いておいてください。仕事の関係者との信頼関係を再構築することが第一歩ですということですね。あなたは一緒に仕事をしている仲間をどれぐらい信頼していますか。7つの習慣の著者スティーブン・コビー氏は次のようなことを言っています。私の余罪管理大学では7つの習慣の動画を
7つに分解してご紹介してるんですよ。この動画もしねご興味があったらぜひチェックしてみてください。この中でこういうことを言ってると、スピードオブトラスト、信頼がスピードを上げコストを下げ組織の影響力を最大化する、つまり仲間との信頼が仕事のスピードを上げて仕事を効率的にすることができるということですね。これはテレワークとは関係がないですよね。とにかくみんなとの信頼関係が生産性を上げていくっていうのは間違いないこと、そしてテレワークを始めたら特にそうであるということですよね。相手と物理的に距離が離れているっていうことは必ず押さえた上で信頼関係を構築するっていうことを意識してやっていってくださいと書いてあります。そして相手には相手の優先順位があります。できるだけ相手に対しては性善説に立って解釈することが望ましいでしょう。だからサボってんじゃないかとかね、ちゃんと仕事やってんのかじゃなくって、きっと彼彼女だったらやってるに違いないと思って相手と対応してくださいということですね。信頼がトラストだと信用はクレジットです。この表現すごくいい、ぜひ聞いておいてください。だからクレジットの限度額を上げるためにはそれだけの実績を見せる、ローン返済の実績と一緒ですよね。経験を積む、今まで借りたお金をきちんと返す、結果を出す、持っている資産や年収を開示する、それでも足りなければ誰がサポートしてくれるのかを明確にする、つまりクレジットの減額をね上げるためにはこういうことが重要ですよという例え話ですよね。仕事で信用してもらうのはローン会社の審査と一緒ですよと。ローンの審査って厳しいですもんね。銀行からお金をね借り入れするっていうのも結構大変なことです。これ経営者だったら分かるんですよね。会社員の方はよく分かんないかもしれないんですけど、これがねとっても重要なんですよ。ですから信用を積み重ねて、そして信頼されるっていうことが重要ですということです。ですからこのコミュニケーションを取るためにはとにかく実績を出して、で信頼されることが大事だということをここでも書かれてあるということですね。これが一つ目のポイント。そして二つ目、マルチコミュニケーションやることによやるために何が必要かっていうと、この二つ目も重要。職場でのテレワークのルールを決めて共有しておくことが重要ですと書かれてあります。これね我が社も早々とやりました。うちはですね、まあ私はね、マネジメントはちょっといい加減です。ですから、うちのマネージャーは副社長の桑原っていうね、きちっとしたね、メンバーがいるからいいんですよね。桑原がもう最初からルールをね、決めた。で、そのルールはね、常にアップグレードさせてるんですよ。みんなとね、情報交換しながら。これがね、しっかりとできてるってことが重要ですよね。テレワークを導入する際にも、事前に起きそうなこと、それをされると不快だと思うようなことをルールにしてしまいましょうと、お互いに気持ちよく仕事ができますということですね。ある程度の柔軟性を持たせながらもこれは譲れないというルールは設定し、全員の合意を得た上で共有すると。私どもはですね、特にスケジュールの書き方を徹底しました。ですから今はどこにいるのか、出張先にいるのか、オフィスにいるのか、オフィスだったらどの事務所にいるのか、在宅にいるのか、途中からねオフィス勤務っていう人もいるかもしれないし、まあ時間でね時間給取る人とかね、午前年給、午後年給とかね、まあ当然なんですけど、そういったものを全部スケジュールに入れておくってことですね。これを週単位とか月単位でちゃんとメンテナンスするっていうことはかなり細かくルール付けをしたということですね。こういうことをやることによってすごくね、うまくいきます。まあそれは当たり前だっていう方もいれば、いやうちね結構人によってまちまちなんだよねっていうことありますよね。ここはとても重要です。そして最後はビジネスコミュニケーションスキルを高めるための2つのスキルっていうものをお話して終了していきましょう。テレワークで差がつくほうれん草のコツということで、もうとにかくですね、ここ最初にも言いましたよね。だから報告連絡相談っていうもの、
それをねきっちりやってる人っていうのはテレワークやる人もやるし、でねやらない人はねテレワークねやっても全然やらない。だからね余計におかしくなってくるんですよね。もうね分かってると思います。徹底してください。ほうれん草は報告とは仕事の結果進捗状況を関係者に伝えること、連絡とは必要な情報を関係者に伝えること、相談とは不明点変更実行について関係者に意見を伺うことです。私はね特に相談が重要だと思うんですよ。だって報告とか連絡っていうのはなんとなく意識すればできるじゃないですか。で相談っていうのはたらればになりやすいんですよね。相談したいこと、つまりここに書いてあるような不明点とか、まあ、変更したこととかね、実行したこととかそういったことについて関係者に意見を伺いたいこと、それって、まあ、そういうことがあったらやりますっていう話になりがちじゃないですか。あえて相談しようと思うんですよ。さっきのチェックポイントと一緒ですから、1週間に2回ぐらいは相談しようかなって思うんですよ。そうしてください。で上司はね相談されたら嬉しいから、報告とか連絡じゃなくて、いや課長ちょっとね相談したいことがあるんですよってね電話してきた。おどうしたっていう、で大した相談じゃなくてもこういうことすればいいんだよと、わかるっていう。上司はねアドバイスすると気持ちよくなるからいい、ここでテクニック、腕の見せ所、部下としての腕の見せ所です。いいですね。ですからあえて相談するんですよ。もし課長だったら部長に相談してください。社長に相談してください。いや今週1週間在宅してるんですよ、私課長なんですけどってね、で社長にね、相談したいことあるんです。おおどうした、こういう時でどうしたらいいと思いますって、ああ俺もなやっぱりこういうことって初めては分かんないけど多分こうしたらいいんじゃないかなとかね、社長も専務もいろいろアドバイスしてくれます。で相談されて実際にそういうことやってみたら、社長の言われた通りやったら意外とうまいこといきましたよって言ったら、おおそうかって、逆にいやそれやったらちょっとうまくいかないんで、こうでやったらうまくいきましたよ社長って言ったら、おそうか、じゃあ俺も気をつけなきゃいけないなっていう話になるじゃないですか。これでコミュニケーションするね、そういう、まあ、コツがねつかめるんですよ。そうでない限りついつい疎遠になっていくから顔も見ないしね。なのでほうれん草があった時に私はぜひ相談をね、あのねノルマにした方がいいと思いますよ1日に1回は多すぎるかもしれないんだけど、1週間に2回3回は上司に相談するっていうのは、まあ、ぜひやってみたらいいんじゃないかなと思います。最後は会議、オンライン会議のファシリテーションスキルについてです。これはね2つだけです。一つはどんな目的で何を話し合うのかについてのアジェンダを事前に作っておくっていうことです。リアルの会議だと適当に集まってやっちゃう場合があるでしょ。オンライン会議でそれやったらダランダランですよ。ですからちゃんと資料を作ってその資料を共有しながら打ち合わせをするっていうことをやらない限りオンライン会議は、ね、うまくいきません。というかね、オンライン会議の方がそういうことをちゃんとやるので、多分ね、リアルの会議よりうまく会議の進行ってね、しやすくなると思うんですよ。で、二つ目は、このオンライン会議のルールをちゃんと設定するということです。ここぜひ聞いておいてください。発言が重なると聞こえなくなるため、発言の前に名乗って許可をもらってから発言するとか、反応が見えにくいので、うなずく、拍手する、グッドポーズ、などのリアクションを返すようにする、結論から伝えて理由根拠を添える、多数決は最後の手段として合意で決めていくとか、このルールっていうのを最初に読み上げておいて、じゃあ会議スタートします、意見交換スタートします、皆さんとのディスカッションやりますというふうにファシリテーターがやるとすごくスムーズにうまくいきます。私もやります、私の部下たちもやりますこれね、飲み会とかでもそうなんですよ。オンラインの飲み会、ズーム飲み会とかね、そういうのもこのズーム飲み会、オンラインの飲み会はこの3つのルールをみんな守ってくださいとかね、そうやるんですよ。
発言するときはこうやって手を挙げてくださいとかね、席を離れるときはこうしてくださいとかね、それをやらずに席を離されたらすげえ酔っ払っちゃって、あいつどっか行っちゃったのかって不安になるので、これ必ずやってくださいねみたいなことをやるとみんなね笑ったりしていいんですよ。だからまずオンラインの会議なんだから、こういうルールをねちゃんと決めて進行しますよ、よろしくお願いしますってね言っていいんです。ぜひですね、皆さんオンライン会議ツールとかそういったものをしっかり使って、で、テレワーカーの方、そしてノンテレワーカーの方、しっかりとコミュニケーションできるような感じでやっていってください。先ほど冒頭にお話した通り、緊急事態宣言が再び発令されることになりました。またテレワーカーがね、どん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 増えていくと思います。で、これは緊急事態宣言がね、取り下げられたとしてもまたあることなので、このテレワークの基本、そしてテレワークをやっている方へのマネジメント、そういったものはね、ぜひこの機会に身につけていきましょう。ちょっと離れているので、今日は大きな声をずっと喋っていたので、途中で声が枯れてしまいました。頑張って、声を出し続けてきました。ちょっとね、最後の方、聞きづらかったっていうことがあるかもしれませんけれども、最後まで聞いていただきましてありがとうございます。ぜひ皆さんには余財管理大学には入学していただきたいと思います。そもそもこの余財管理っていうのは、目標の2倍の余財をあらかじめ仕込んでおいて、目標を絶対達成させる栄養マネジメント手法です。この余財管理を多くの人に知ってもらいたいためにやっている YouTube チャンネルです。この大学に入学する方法は簡単です。この YouTube チャンネルに登録するだけ。そしてこの動画参考になった、気に入ったっていう方はいいね、高評価ボタン、こちらの方もよろしくお願いします。また皆さんお会いしましょう。本日はありがとうございました。お疲れ様でした。